ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。はい。クライマックスシリーズの第2戦が行われました。そうだね、セリーグですね。はい、はい。はい。広島対 DeNA の試合がありまして、はい、早速、振り返ってみたいと思いますが。ね、ゆたかの視点。うん。ね、看板ちいちゃんよろしくということで。はい、お願いします。やっていきましょう。はい。まあ、結果の前にまずは。まずはね、スタメンを。はい。ね、はい、今日はね、森下投手と今永投手の先発で始まりまして、ね、はい、昨日とちょっとオーダーが変わった部分がありますよね、はい、まあ、広島の方は5番まで一緒なんだけど、うんうんうん、まあ、6番に秋山を入れてキャッチャーを相澤を入れてきた、うん、はいはい、まあ、で先発ピッチャー森下ということでね、うん、で DeNA の方、はい、楠本を2番に入れて、うん、大和を6番に入れてきた、はい、ここは楠本がシーズン通して3割3分3厘、森下に対して ね森下投手に対して、で大和は通算4割4分8厘、はい、森下から打ってるということで、うん、まあ、こういうデータ重視で打順を組んできたというね、はい、まあ、こういうことになってます、はい、ね、まあ、ポイントとすればやっぱ昨日ね、サヨナラ打ってる秋山とか、うん、まあ、小園とかね、うん、まあ、相澤がどういうバッティングするかとか、はい、まあ、野間が4安打とかね、昨日活躍してるから、うん、まあ、DeNA の方はどうでしょう。まあ、DeNA の方は牧が昨日打ってないんだよね。そうですね。だから牧が打てるのかなっていうことと、うん、まあ、太田が当たってる、うん、まあ、林もいい活躍をした、うん、まあ、ここら辺打線が流れるかなっていうふうに、はい、ね、思うけども、まあ、これがどうなったかということだよね、うん、はい、はい、ではではゲームに行きます、うん、はい、こうなりました。ということで、結果は4対2で広島が勝ちました。はい、そうだね、はい、もう下に書いてあるので、はい、これ2連勝ということで、ね、はい、うん、ファイナルステージ進出が決定しました。はい、はい、ということで、うん、まあ、初回からこういろいろちょっと振り返っていきたいんだけども、うん、はい、DeNA、うん、ね、初回森下の立ち上がり、まあ、どういうふうに攻めていくかなと思ったら、はい、まあ、楠本が3ワンってボール先行したんだよね、うん、でね、決して良くなかったのよ、森下が、うん、真ん中真ん中に集まって、はい、まあ、ここら辺3ワンから打つんだけどもさ、うん、1球待っても良かったかなっていう、うん、フォアボールが取れたかなっていうような立ち上がりだったんだけども、まあ、バッターも初回で初スタメンということで、まあ、打っていったんだけども、これ9球で終わるんだよね、うん、初回ね、 DeNA の方は。でその裏、はい、菊池が9球粘り、野間が8球粘りという、うん、今永からね、うん、今永もね、やっぱストライクとボールがちょっとはっきりしてたかなという感じがするんだけども、うん、で西川、はい、3番の、うん、これがやっぱライトスタンドへホームランというね、インサイド狙った球がちょっと外浜に来て、うん、まあ、西川がの逃さなかったということなんだけども、はい、まあ、初回次の堂林を、まあ、ショートフライに打ち取って29球かかってんのよ、うん、ここで20球差が出てるんだよ ね先発ピッチャーの、まあ、そのぐらいやっぱり広島のゲームの入り方っていうのは素晴らしかったかなっていうふうには思うよね、はい、3回、うん、これは森下から始まる攻撃なんだけども、はい、2回まではそんなに今永って良くなかったのよ、うん、だけど森下三振、うん、菊池をセカンドゴロ、はい、野間を三振取ったぐらいから、うん、状態がぐっと上がってくるんだよね、この3回裏ぐらいから。なるほど。やっぱり 1,2 回って立ち上がりちょっと力みもあったし、うん、自分の投球ができてなかった時に、うん、まあ、西川のホームランというのはちょっと痛かったけども、はい、やっとこう3回に来て良くなってきたかなという感じがしたんだよね、うんうん、で4回、はい、森下、はい、先頭バッター楠本、うん、ライト前ヒット、うん、ね、やっぱ相性がいいよね、うんうん、で大谷どうするかなっていうふうに思ってたら、はい、自由に打たしてレフトフライでワンアウト、うん、で牧がフルカウントからレフトにラインドヒットで、ヒット。森下も決してね調子がいいわけではなかった、うん、もうフルカウントピッチングばっかりでね、ちょっと不安定なずっとその投球内容だったんだけども、うん、宮崎の時にフルカウントになったんだよね、うん、ランナー1、2塁、うん、やっぱ三振しないバッターなんだよね宮崎選手ね、うんうん、まあ、ここでラインドヒットをかける、うん、あ思い切った作戦出たなと思って、うん、いやこれは俺正解だったと思うんだけ ど宮崎は三振しちゃうんだよね、ちょっと空振り、みたいな、うん、だけどやっぱ送球とデビッドソンのベースカバーも遅れたし、うん、
まあ、そこでダブルスチールが成功したんだよね。ツーアウト2、3塁の形で、ね、そうそうそう、ありますね、はい、で4割4分8厘通算の森下の、うん、森下に対しての大和、はい、あ、ここで入れた意味があったかみたいな ね回ってきましたね。そうだね、うん、でももうちょっと粘って粘ってだったんだけども、うん、センターフライに打ち取られたという、うん、森下は打ち取ったという、はい、まあ、ギリギリのところで森下もね、まあ、ちょっと頑張ってたんだよね、うん、で6回、はい、ね、回は進み6回表、はい、ね、これね、いつも言うじゃない、グランド整備があって、うん、はい、また始まりますよっていう ねちょっと真新しい感じにね、まあ、そうそう、いろいろ気持ちもなったりして、でその時に林から始まるんだよね、はい、打順よく1番ね、そう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 、うん、林がツーベースヒット、はい、フェンス直撃のツーベース ねそうそうそう、で楠本が、うん、これね1球目にバントの構えしなかったんだけど、うん、2球目にバントをやらすんだよね。うん、これ自由に打たすのかそれとも進塁打なのか、うん、それともバントなのか3つ選択肢があったと思うんだけども、うん、まあバントを選んだんだよね。じゃあなぜ1球目を見逃したんだろうっていうふうに打つ構えでね、うん、まあここら辺がちょっとどうした変えたのかみたいな、うん、まあ、そんな感じがあったんだけど、まあ送ることができてね、はい、でここで森下をスパッと諦めた、びっくりしたよ、はい、でね、投手にね、うん、次の回は森下から始まるんだよね。ああ、なるほど。これねレギュラーシーズンだとやっぱ次先頭で森下から始まるから、やっぱピッチャー交代ってまだ1点勝ってる時点だしなかなか変えないと思ったんだけども、うん、だけどやっぱり新井監督短期決戦っていうことをもう十分頭に入れてるよね、うん、で大道の力にかけたんだよね、うんうん、で迷いがなかった。で太田をランナーワンアウトランナーサードからセカンドフライね、うん、で牧をもうポンポンと追い込んでライトフライに打ち取るという、はい、それで3アウトですね、うん、ああこれ流れがまた広島に行くなと思ったんだよね、はい、よく今永がずっと止めてたんだけどもさ、うんうん、あこれ行っちゃうかなと思ったの、うん、で6回裏、はい、その森大道、うん、ピッチャーに変えて、うん、末金代打ね、代打ね、うん、まあ、昨日先発で使って、まあ、途中代打でね、うん、交代してたんだけどその末金がホームランという、はい、ねえ、ちょっと DeNA にとってはとても嫌な流れの、いやこの1点はねもうあーと思ったよ。点の取られ方ですよね、うん、点の取られ方、うん、6回にチャンスがあって、ね、追いつくチャンスがあっただけにあーやっぱり流れが変わっちゃったんだなと思ったんだ、うん、ね、菊池が先頭に戻って、うん、菊池がレフト前ヒット、はい、で続く野間がフォアボール、うん、で西川にどうするかなっていうことを思ったんだけど、うん、ここで DeNA は今永を諦めて、はい、西川左に対して今永を諦めて伊勢を持ってくるんだよね、うんうん、だけどやっぱこう末金の打たれ方、うん、それと菊池の打たれ方、うん、野間へのフォアボール、うん、これを見たらもう変えざるを得なかったね。なるほど、うん、それで伊勢を、まあ、左を持ってくるかなと思ったら伊勢を持ってきたんだよね、うん、ああ伊勢かと思って、うん、で伊勢があの西川に、バントされる、はいね、で送られるんだよね、はい、ワンアウト2、3塁になりましたね。ワンアウト2、3塁、うん、ここで広島が動いたね、うん、4番ドーバーシェに変えてピンチヒッター松山切り札持ってきた、ね、ほんと、うん、でこれをレフトの浅いフライに打ち取るんだよね、うん、左の小園、うん、ここにエスコバを持ってくる、うん、ああ徹底してんなと思って今日は、うん、ああ見事なつなぎをしてんなって、必死な系統だよねここはね、うん、DeNA にとっては、うん、小園とエスコバが勝負に行ってるんだけどもさ、うん、まあ、3ボールになって申告敬遠、ね、これはやっぱりまっすぐ狙われてるっていうのがもうすごくわかるんだよね、うん、だから3ボールからでももう小園は打てのサインだったと思うんだよ、うん、だからこの申告敬遠はもう正解だったと思うんだよね、はい、で満塁にして秋山、はい、三振ね、うん、これね1点は取られたけどここで新井監督は勝負手を打ってきたんだよね。うん、でノーアウトにさ、あのワンアウト2、3塁まで作って、うん、4番に松山を持ってきて、うん、代打を送ってね、で満塁まで攻め立てて、そしたら
1点しか結局末金のホームランでしか点が入らなかったのよ。ほんとね、これはね逆に言えば1点取ったけど流れが変わるんだよね、こういうことをやると。だからああ重い雰囲気になっちゃったなって。なるほど。ここで1点2点ともう1点2点取ってたらもうそのまま終わったと思うんだけど、うん、だけどなんていうの、この1点で終えた、しのげたというね、うん、ベイスターズがあこれはね逆に流れ掴むぞと思ってたら、うん、7回、はいね、中崎を持ってきたピッチャー、はい、で宮崎がレフト前ヒット、うん、大和がセンター前ヒット、はい、で山本、うんね、送りバント、はい、これは流れるような攻撃だったね。ワンアウト2、3塁ですね、はい、うん、ここで、中崎を諦めてターリーを持ってくる、はい、ね、うん、うん、でまあ関根だしね、うんうん、で関根がこれがねレフト前ヒット打つんだ、うん、でつなぐの ね、うん、それで1、3塁で1点タイムリー、1点タイムリーね、入ってね、でピッチャーのところに、うん、外を代打ね、代打を持ってくるんだよね、うん、でこれがセンターフライの犠牲フライになるんだけどもさ、うん、ここでもねちょっとおかしいなと思ったのは、うん、大和がサードランナーで、はいはい、一球投じた後に知能代走に送るんだよね。そうだったんですよね、うん、あの代打外選手が打席立ってもう投球始まったところで知能なんだよね代走、うん、ではさっきの楠本の初球もそうだし、うんうん、この知能もちょっとずつ采配が遅れるんだよね、うん、だけどその代走知能を送ったことによって、うん、まあ浅いセンターフライでまあ、知能が帰ってくるというね。ねえ、ダイソー送った直後にね、うん、はい、そういうことになりましたよね。で攻め立てるんだけど林が三振ということでね、うん、まあまあでも2点追いついた、はい、やっぱここ1点しのいだということで同点になったということだよね。ねえ、 DeNA はいい流れの中点を取って同点ですよね。そう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 、うん、それから8回、もう勢いは追いついた時点でここでやっぱ勝負手を打って、うん、封じ込められたというやっぱ流れで同点に追いつき、うん、8回先頭、楠本がフォアボールで出た、うん、太田、はい、どうするかなと思ったらバント、うん、これねシーズン中バントやったことないんだ、うん、こんなクライマックスでできる？いきなりね、うん、まあやらなきゃいけないんだけどさ、うん、監督のサインはさ、うん、できるように準備はしとかなきゃいけないんだけども、うん、太田にとっては一番苦手な、うん、サインだと思うんだよね。なるほど。いやそしたら柴田でも、うん、藤田でも、うん、この時点で残ってるわけよ。どうしてもバントをしたいということであればってことですね。そうそう、うんうん、もう本当にねこれツーストライクまでバントに行くんだけどもさ、うんうん、いやそこまでもう1点差勝負じゃない。だからどれだけやっぱ大事なランナー大事な回かっていうことを考えたら、うん、ピンチバンターでもいいと思うんだよね、うん、それかやっぱ柴田とか藤田とか追い込まれても当てるのうまいし、うん、エンドランとかね、うん、ランエンドヒットっていうことを考えたら仮にバントが失敗してもいいようにやっぱ最初はバントだったらやっぱ大谷代打だったかなっていうふうに思うんだよね。なるほど。ただまあ島内というね、うん、まあ今年、中継ぎのタイトルを取った、うん、まあ、優秀なピッチャーが投げてるから、うんうん、まあ、そんなに簡単ではないけども、うんうん、やっぱそういう手を打ってもよかったかなっていうふうに俺は思うんだよね。うん、確かにね、うん、結局ねこの打席は太田選手空振りの三振になってしまうんですよ ね。で牧も打ち取られ、うん、宮崎も打ち取られるというね、うん、これがランナーセカンドだったら、まあ、ちょっと形は変わったかなっていうふうにはちょっと思うとね、ちょっと残念だったよね。なるほど、はい、はい、で8回、8回の裏の広島ですね、はい、うん、で上茶谷がね、うん、貝またぎで来てるんだ、はい、菊池がレフト前ヒット、はい、これもしぶとく打ったね、うん、で野間がバントやるんだけどもさ全くできないんだよ、うん、だけどやっぱこうなんとかしたいという気持ちが内野安打を生んだね、うん、でノーアウトランナー1、2塁、はい、で西川、うん、どうするかなこれ分からなかったんだよ。やっぱさっきは松山が代打に控えてたからバントしたと思うんだけど、うん、もうその松山もいない。じゃあどうするか、初球からやっぱストライク取りに行くんだよね、うん、いやどっちか分からないんだったらボールから入るとかそういう慎重さが欲しい場面なのに、
こうどん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 攻めていくというかさ、だからもうちょっと慎重さがあってもいいのかなっていうふうに思うんだけどもね、うん、だけどまあバントをした上茶谷に取ってサードに投げるけどフィルダーフチョイスという、うん、ノーアウト満塁、もう絶対絶命のピンチを作ってしまうんだよね、うん、でそこで、ピンチヒッター田中康介、うん、ね、ライト前ヒット、うん、やっぱここら辺はね、やっぱこう3連覇した時の田中菊丸っていうね、はい、やっぱ経験者がね、やっぱこう広島には多いということだよね、うんうん、でピッチャー変えて石川小園に対して、はい、まあ三振、うん、ね、秋山に対してはまあノーアウト満塁、このチャンスを、うん、広島のね、うん、チャンスを1点だけにしのげば、うん、これはまだチャンスあるなと思ったんだけど、うん、今ね三振でワンアウト満塁になって、そうで秋山にレフトに犠牲フライというね、うん、まあこの2点でもあかんなっていうふうに思ったよね、うん、で9回に、まあ、先頭バッター藤田が出てきて、はい、代打ね、まあ、藤田の野球人生の最後のね、はい、打席ですね、打席が、まあ、ライトフライに終わってしまったというね、うん、そういう試合でした。はい、ね、この2連戦を見て、うん、新井監督のけれんみのない采配、交代劇、勝負手を打っていくとか、うん、そういう迷いがなかったということと、うん、逆に言えば DeNA は、うん、なんか最後まで迷いがあったのかなっていう、タイミングとか、そう、采配に対して、ね、采配に対してね、だからここら辺はやっぱこう短期決戦迷ってる時間がないんだよね、うん、だから新井監督は良い周到にやってきたなっていうことと、うん、やっぱこう DeNA の方はしてたんだろうけども決断が鈍かったっていうふうに言わざるを得ない。なるほど、うん、まあ、その場その場でね、まあ、考えてることと起こってることがね、うん、ぴったり合わないことが多いとは思いますけど、そ、ね、まあ、そこでやっぱ素早い決断を下せるっていうのがね、やっぱ采配だしね、うん、まあ、ここら辺がやっぱ課題かなっていうふうに思うのと、やっぱ広島は、うん、相対的に見てやっぱ柔軟性がすごかった、うん、でやっぱ柔軟性があるチームっていうのは、うん、いろんな形を持ってる、うん、で水の流れのようにというか、うんうんうん、勝負事でよく使うんだけど、水っていうのはもうなんかどんな形にでも変化しながら進んでいくというね、こっちに向いたりあっちに向いたりもね、そう、うん、だけど DeNA はやっぱその柔軟性に欠ける、うん、これがやっぱ差に出てたね、うん、まあ、来シーズンもう今シーズンでこれで DeNA の方は終わるけども、うん、やっぱ来季に向けてね、うん、どう柔軟性を持たせるか、うん、まあ、これが一つの課題かなっていうふうにはまあ、すごくこの2連戦を見て感じた。はい、はい、うん、で、まあ、広島、はい、ね、クライマックスファイナルステージに行くけども、うん、まずやっぱりね DeNA を突破したわけだから、うん、まあ、頑張ってほしいというふうに思うのと、はい、でも阪神は、うん、広島もそうだけどもっと柔軟性を持ってるチームだし、うん、もっと勝負手っていうのを持ってるチームだけに、うん、苦しむと思うけども、まあ、いい試合を見せてほしいと思います、ねね、頑張ってくださいね。ちょっとね阪神は今ちょっと空いているのでね、そうだね、広島の方がちょっとそこもスケジュールがタイトなんですけど、うん、そのあたりは吉と出るか京都出るかっていうのは分かんないですね。まあ分かんないね、うん、でも2連戦で終わったっていうことは、うん、ピッチャーを1名使わなくてよかったっていうことが、うんうん、まあ有利かなっていうふうには思うけど、よかったなと思う、うんうんうん、けどもね、はい、まあファイナルステージ相当大きな壁が待ってるけども、まあいい試合を見せてほしいと思います。はい、はい、DeNA、の皆さん、まあ、1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。